あ、質問コーナーやらないかなと。と、まあ、わざとらしく、ミヤックスです。よいよい。というわけでね、この前、質問コーナーの方募集しまして、たくさんの質問というかね、食べてほしいリクエストもね、含めて、たくさんコメントいただきまして、ありがとうございました。それではね、早速ね、仕事は何ですかというね、質問の方をいただいております。ミヤックス今ね、正直仕事っていうのはね、この YouTube 一本なのでね、7月の11日付でね、ちょっと退職の方しまして、まあ、過去のね、動画とかあるんでね、もしそれ見てもらえれば、まあ、退職してるっていうのがね、わかると思います。質問。YouTube を始めようとしたきっかけは何ですかということでね。まあ、会社をね、まあ、辞めるっていう時に、まあ、みんなにね、辞めて何すんやというふうにね、聞かれてね。まあ、とりあえず、冗談っていうかね、なんでかな、なんで言ったんかな、よくわかんないですけどね。みんなにね、え？いや、俺 YouTube だよ、おい。YouTube でも人気者になるよ、みたいなことをね、みんなに言った、周りのね、人たちに言った記憶がありますね。なので、きっかけはまあ、苦し紛れに。はい、じゃあ次ですね。嫌いな食べ物はありますか？一番大好物も教えてください。ということでね、嫌いな食べ物、嫌いというかね、ちょっと体が拒否反応を起こすというかね、小さい頃は大丈夫だったんだけど、紅茶。この紅茶がね、中学校ぐらいからかな、飲むとね、むせるっていうかね、美味しくない、ちょっと体がちょっと受け付けなくなったな。でも飲めないことはないけど、あんまりね、アイスならなんとかいける。ホットはもう。続いていきますね。あ、なんか、一番の大好物も教えてくださいということで、まあ一番の大好物、好物はね、結構まあ何でも食べれるし、まあ揚げ物とか好きなんですけど、まあパッと思い浮かぶのはまあ、ハマチですかね、ハマチ。これもね、中学校。続きまして、子供はいるのかなということで、子供お二人、上が女の子、下が男で、23、21かなっていうふうに言いますね。両方もミヤックスに似てるということでね。はい、今日。続きまして、生命おめでとうございます。辛いのはどうなりましたか？ミヤックスね、結構ね、辛い系ラーメン系がね、を主にやってたということで、最後のがね、18禁のピンク色のね、一番、まあ、18禁の中では甘いやつをね、動画上げたんですけど、まあまあまあ、そろそろ黒でも食べるかな。どうもー、ミヤックスです。いよいよ。というわけで、今日はですね、先週やったね、18禁のカレーの続きでね、黒いのをね、ちょっとね、今日食べていきたいと思います。もうね、デスソースとかその辺入れるとね、もうね、まあ、あっためてきました。黒いの。揚げていきますね。入れちゃいますね。はい、どこどこどこ。一滴の子。あ、なんかいい匂い。いい匂い。ああ今日はオクラもあるんでね。オクラを。何この辛さ。これまさかこの辛さ今ちょっと箸についとった。めっちゃ辛いんじゃない？いやいやい。では、いただきます。まず、ルーだけいただきますかね、これ。
ちゃ辛いこれ。これはやばい。これはいかん。辛すぎでしょこれ。これ食べれる人いるのこれ。辛い。うわ、もうはや舌がヒリヒリや。うわしかし、ミヤクス、よいよい。これは、20レベル超えた。なにこれ。食べれるかなこれ。これはいや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 、全部混ぜる作戦に出たけど、どうだ。うわ、いや、これはちょっとタイム、こうなったらもうブラックコーヒーも持ってきます。ブラックコーヒー。ちょっとはマシになる。これはダメかな。ちょっとずつ食べたらいけるかな。体受け付けんわこれ。痛いやつ。いや、これ無理かな。キャロライナリーパー。いや、これ、あー、きつい。あー、痛い痛い痛い。これは無理。これダメやろ。すみません、初めてですけども、ギブアップです。ブラックコーヒー飲んでも、牛乳飲んでも、漬物食べても、もう口痛すぎて、なおつもう体がもう受け付けん。痛くても入っていかない。ああ、落ちた。余裕で食べれませんでした。いただきます。辛い。辛さの中にも甘みがありますね、これ。旨味がある、ちゃんと。ただ激辛やね、これ。あー、辛いわ。から、から、
スープの方はね、食べれなかったですね。スープまで飲まないともう完食中じゃ、完食期。次の質問です。前の職業、先生って本当ですか？ということで、来てる。これね、TikTok の方でね、まあ、どなたかが、あ、うちの先、うちの、中学校の時の先生じゃん。何してんの？みたいな書き込みがあってね、それにね、みんな食いついてね、コメントに。嘘だろ？みたいな。それ、まあ、前の仕事は結構大きなパン屋でね、働いててね。まあ、動画にも出しましたけどね。一応パン技の一級も持ってると。なんで先生っていうのは嘘でございます。先日、ナメック星から私のところにミヤックスの家賃滞納の通知が来ましたが、それについてお答えくださいということなんですけどね。私が実はね、生まれがまあナメック星だったということで、まあ、ナメックからのキュウリ。実はね、ここの物件を買うときに、ナメック星の不動産屋からね、買ったんですよね。ちょっとね、いろいろなトラブルの方ありまして、振り込みの方がちょっと遅れたと、いうことがあってね、こっそりね、ゴリさんにレンタル承認になってもらってると、いうことで、もうちょっと待ってくださいね。もうちょっと待ったらね、振り込みの方お腹減ったんだよね、ちょっと。次の質問ですけどね。ミヤックス氏に質問。あの犬は何者ですかと。まあ、おまけの NG の方で、まあ、ライオンと、まあ、犬が中心にね、よく、ゲップが汚いね、ゲブゲ。愛嬌があるんですよね。なんか可愛いなと思ってね。よくじっと見てるとね、なんかね、すごい、なんか壺にはまってるね。お気に入りの、犬ですね。おでこのミヤは、どうやって描いてるんですかと。あとね、落とすときはどうしてますかというふうなことで、マッキーがあるんですけど、鏡を使って描くと。と、まあ、こういう風にね、書いてるという。だから、おでこよく見るとね、自分で書いて、鏡で書いてるんで、見たらね、まあまあ、書くもやけど、じゃあ落とすときどうすんだと。顔洗う洗剤とかね、まあまあ、ウェットティッシュとかで、落とし。質問です。大食いだったらどれぐらい食べれますか ?2 キロ ?3 キロラーメン山岡屋さんの方で、朝ラーメン3玉、食べた動画出したんです。まあ言うてもそんなんじゃないですよね。激辛ギガマックスぐらいかな。2キロぐらい。今ならもう2キロぐらいが限界かなっていう。質問です。今まで食べた中で一番美味しかったものは何ですかということで、会社の旅行で一回だけ北海道の方行ったことありまして、あとね、大トロね、食べたんですけどね、大トロがね、もうね、こう、もう、こんな、うわ、溶けるとろけ。最後の質問です。宮のタレってことは、栃木県済みですかというね、質問ですけど、宮くすね、名古屋。まあ、正確には名古屋。はい、ではね、質問の方、以上になる。ちょっとね、お腹鳴ってるんでね、ちょっとベビースター、お腹減ったんですけど、ベビースター。反対ですけど、ベビースターいただきますね。こう。
じゃあ今日はこの辺にします。質問をくれた方ありがとうございました。